今回の問題、コンソールパスワードを設定する方法は次の手順です。 1. LINE コンフィグレーションモードに移行します。利用するコマンドは LINE 何々です。パスワードを設定します。パスワードを設定するのはパスワードコマンド。パスワードの文字列は大文字小文字を区別します、もしくは区別しません。そして最後が認証の有効化です。認証を有効化するコマンドは何々コマンドです。こちらの設定をご覧ください。こちらの設定の場合、コンソールパスワードは設定されているでしょうか、設定されていないでしょうか。当てはまる言葉を考えてみてください。少し時間を置きます。それでは答えの発表です。コンソールパスワードを設定する方法は次の手順です。まず LINE コンソール0で LINE コンフィグレーションモードに移行します。パスワードを設定します。パスワードの文字列は大文字小文字が区別されます。そして最後に認証を有効化します。認証を有効化するコマンドはログインコマンドです。こちらの設定状態をご覧ください。こちらの設定状態ではパスワードの設定がされていますが、ログインコマンドが設定されていないので、コンソールパスワードは設定されていないことになります。お世話になっております、マサルです。今回から新しい章、16章ネットワークデバイスのセキュリティに入ります。いつも動画をご覧くださっている皆さん、とうとう今回の章が黒本の最後の章になります。長かったですね。私もめちゃくちゃ長かったなという気持ちです。最後まで皆さんと一緒に成長できるように頑張るので、引き続きよろしくお願いします。今回の動画はコンソールパスワードの設定方法について一緒に勉強します。結構見落としがちな大切なポイントなので、しっかり設定方法など勉強しておきましょう。それでは始めます。皆さん、コンソールポート、どんなポートか覚えてますか？コンソールポートはルーターやネットワークスイッチにあるポートの一つで、コンピューターと直につないで管理者が操作を行うためのポートです。初期設定などを行うときにこのポートから接続して、管理者は設定したりすることができます。ということは、このポート、管理者以外の人が接続して勝手に設定を変えたりできないようにしておく必要があります。そのセキュリティ対策の一つがパスワードの設定です。第三者がコンソールポートに接続してきても、正しいパスワードを入力しなくてはスイッチやルーターに対して接続をすることはできません。ここではコンソールポートからの接続に対してパスワードを設定する方法を学んでいきます。コンソールポートのパスワード設定方法は大きく3つの流れがあります。まずは LINE コンフィグレーションモードに移行して、その次にパスワードを設定して、最後に認証を有効化します。一つずつ見ていきましょう。 LINE コンフィグレーションモードに移行するコマンドは LINE コンソール0コマンドです。この0という番号はポート番号です。0から数えるので、ポート番号0番だと思ってください。なお、コンソールポートは各機器に一つだけなので、必ずここの数字は0になります。表示が config-line になっていれば LINE コンフィグレーションモードに移行できています。次はパスワードの設定です。パスワードの設定はパスワードコマンドで設定します。パスワードコマンドの後ろにパスワードにしたい任意の文字列を入力します。この時に大文字と小文字は区別されるので注意してください。小文字で設定をしたら小文字、大文字で設定をしたら大文字です。ちなみにこのように複数設定をしておくと、新しく設定したパスワードで上書きされます。なので、小文字で設定した後に大文字の設定をすれば、大文字のマサル、この文字列がパスワードとして設定されることになります。最後に認証の有効化です。認証の有効化はログインコマンドを利用します。このコマンドは忘れがちなコマンドなので、忘れないように注意してください。このコマンドを忘れるとパスワードなしでログインできてしまいます。では実際にパケットトレーサーを使ってコンソールパスワードの設定をしてみたいと思います。その前に少しだけお知らせをさせてください。私はネットワークを基礎から学んで CCNA を取得するためのオンラインコミュニティ、みんなの勉強部屋を運営しています。これまでは登録に Twitter アカウントが必要でしたが、メールアドレスでの登録、各種 SNS アカウントでも登録できるようになりました。コミュニティに入ると月 2,3 回のオンラインクラスだけではなく、定期的にオフラインのイベントなども行っています。コミュニティにはネットワークをこれから勉強してみたい方や、すでに CCNA 取得済みの方、様々な人が参加してくれています。一人ではなかなか勉強を続けられないという方は、ぜひコミュニティを活用してみてください。興味を持ってくださった方は参加 URL を概要欄に用意しています。ぜひご覧ください。ではパケットトレーサーを使ってコンソールポートのパスワードを設定してみましょう。こちらに PC とルーターが存在します。
まず PC とルーターをコンソール接続します。コネクションズからコンソールケーブルを選択し、 PC の RS232 とルーターのコンソールポートを接続します。 PC のデスクトップタブを選択してターミナルを選択してください。設定値はデフォルトのまま OK ボタンを押します。するとパスワードなしでコンソール接続することができています。ではこの状態でコンソールパスワードの設定をしていきます。特権モードに移ってグローバルコンフィギュレーションモードに移行します。そして LINE コンソール0で LINE コンフィギュレーションモードに移行します。移行する LINE はコンソールポートの0番です。ではパスワードの設定をしましょう。パスワードはマサルに設定をします。この後にログインコマンドが必要なんですが、あえてここではログインコマンドを忘れてみたいと思います。ではログインコマンドがない状態で再度コンソール接続をしてみましょう。一度この接続をログアウトします。エグジットコマンドでログアウトします。ログアウトすると再度ログインすることができます。エンターを押します。パスワードなしで接続することができています。設定状態の確認をしてみましょう。設定状態を確認すると LINE コンソール0に対してパスワードが設定されていますが、ログインコマンドが設定されていないのでパスワード認証が有効化されていないと判断することができます。この状態だとパスワードを設定していたとしてもパスワードを聞かれることがありません。ではパスワード認証されるようにログインコマンドを設定します。 LINE コンフィギュレーションモードまで移行したらログインコマンドを実行します。これでパスワード認証が有効化されました。もう一度ログアウトしてログインしてみましょう。ログアウトします。再度ログインします。今度はパスワードの入力が求められます。ここで設定したマサルと文字列を打ちエンターをします。無事にログインすることができました。このようにパスワード認証が有効化されていることがわかります。コンソールパスワードの設定はログインコマンドが忘れやすく、試験でもよくこのログインコマンドがあるかないかというところがポイントの問題が出題されます。ログインコマンドの存在を忘れないようにしましょう。それでは今回の実習は以上です。それでは最後にまとめです。今回はコンソールパスワードの設定方法を勉強しました。まずは LINE コンフィギュレーションモードに移行します。移行するコマンドは LINE コンソール0です。この0という数字も忘れやすいので気をつけてください。パスワードを設定するのはパスワードコマンドです。大文字と小文字は区別されるので注意してください。そして最後ログインコマンドで認証を有効化することも忘れないようにしましょう。よく試験ではログインコマンドがあるかないかというところを読み取れるかどうか問題が出ることが多いです。このような設定状況だとログインコマンドがないのでコンソールパスワードの認証が有効化されていない、つまり設定されていないと判断しなくてはいけません。ログインコマンドがあるかないかしっかり確認するようにしましょう。それでは今回の動画は以上です。もし今回の動画がお役に立てば高評価、チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。